ロドリゴ・カイオことロドリゴ・カイオ・コケット・ルッソは、ブラジル・サンパウロ州、ドラセーナ出身のサッカー選手。ブラジル代表。CR フラメンゴ所属。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。2005年、11歳の時に、サントス FC からもオファーがあったが、サンパウロ FC に入団。その後、マンチェスター・ユナイテッド・プレミアカップ優勝、東ユース年代において、 タイトルを獲得する。2010年に、ルーカス・モーラ、ブルーのウービに、風見色とともにトップチームに昇格し、2011年6月26日のコリンチャンス戦でプロデビューを果たした。2012年には主に右サイドバックとしてプレーした。2013年3月20日、サンパウロ州選手権、サンベルナルド FC 戦で初得点を記録。8月には、 スルガ銀行チャンピオンシップにサンパウロの一員として来日し、カシマ・アントラーズとの一戦にボランチとしてスタメン出場した。2015年6月12日、リーガー・エスパニョーラのバレンシア CF への移籍が公式に発表されるが、29日にバレンシアが獲得の取りやめを発表した。直後にアトレティコ・マドリードへの移籍合意間近かという報道モデルが結局は、 本人がサンパウロ残留を表明した。2018年12月29日 CR フラメンゴに移籍することが発表された。ありがとうございます。